どうじゃ、アメヤです。今日はですね、こちら、テトリスアルティメット。こちらのゲームをやっていこうかと思います。まずこれはどういうゲームかと言いますと、普通に対戦テトリスでもありながら、結構一人用モードの、てか一人用モードが充実しているゲームなんですけども、まぁ、こんな感じにね、このマラソンエンドレスウルトラスプリント。まぁ、今まで通りの、ルールもありながら、このテトアルのだけのこの地滑りだとか、お化け屋敷、時間切れ、バトルアルティメット。こういうね、結構不思議なルールがあるわけですけども、これここオンにするとオンライン。ちょっと今、なんか読み込み時間長かったから、で、オフにするとオフライン。で、オフにするとね、まあ、この見習い中級、上級マスターといった、この、レベルに合わせたね、CPU と対戦できるわけなんだけど、まあ、CPU と対戦してもつまんないんで、オンラインでま、潜っていきましょうか、じゃあ。まあ、バトルが普通の対戦テトリスなんで、まあ、ちょっと潜っていこうかなといったところだが、そもそもこのゲームに人はいるのだろうか、未だに。ちょっとそこは気になりますね。検索中。お、来ましたね、二人。二人来ていく。意外にまだこのゲーム一人いるのかな?結構、てか、超久々に起動したわけなんだけど、テトアル。んで、なんとなくちょっとね、やってみるか久々にと思ったんで。あ、このゲームがどういうゲームかっていうのをね、皆さんにお伝えするためにね。このゲームのちょっと、まあ、不便な点の一つとして、まあ、二人来ると強制的に三人対戦になっちゃうんですよね。一人が来ると二人対戦。で、三人が来ると、強制的に四人対戦っていう。まあ、人数制限がちょっとできないのが不便なところかな。そしてこの読み込み時間が非常に長い。このね、読み込み時間がめちゃくちゃ長いんですよ。このね、永遠に読み込まずに対戦が始まんないっていうパターンもあるんだけど、下手したらこれはそのパターンか、もしかして。そうなると、ちょっとまずいぞ。ちょ、動画的に全く進まないんだが。もうちょい待ってみましょう。これでダメだったら、ちょっと、戻りますかね。あ、読み込みました、読み込みました。よかった、よかった、よかった、よかった。さあ、スタートしていく。じゃあこっちでいいか。俺も 1P です。1P。まあ、これね、今まで通り対戦テトリスなんだけど、この3人制、複数人数制になると、この通りネクストが1つしか見えなくなるという。さあ、開幕 TSD 打って、開幕 TSD からの、普通にもう一回 TSD で、ヒースピンダブル。しかし、なぜか 3P に全然火力が飛んでいない。全然火力がなぜか飛んでないですね。おかしいな。俺 T スピンダブル連打してんだけどな。なんで火力飛んでないんだ?俺だけなんか、しかも今分身の術を発動しましたね。分身の術を発動して、ちょっとなんか、挙動、ミノの挙動がおかしくなったが、まあ、気にしないでやっていきましょうか。さあ、テトリス打って、ノックアウトしていく。はい、優勝と。ね。テトリス、T スピンダブルと打って刺さりましたね。まあ、ちょっと結構ね、この不思議な現象が起こるゲームですので、まあ、引き続きやっていきましょう。さあ、人数増えるか。増えずに3人のまま、はい。じゃ引き続きやっていきましょう。これも開幕 TSD かな ?TSD。ちょっとネクストがやっぱり一つしか見えないのが辛くなってしまうところだが、インペリいけるでしょう。インペリいけると思ったけど、置きミスしていく。1ライン消しから T スピンシングル。で、どうしようかな。STSD でいくか。STSD で、OK、STSD 打っといて、フィンの先読み、T スピンシングルからのフィン。さあ。さあ、フィン打って。さあ、ちょっと挙動がおかしくなってって、なんか新しいフォロワーの、なんか、何かが来て、さあ、ちょっと画面が見えなくなっていく。サンライン消しから T ピンダブル。さあ、重い。やばい。処理落ちが半端じゃない。さあ、T スピンダブルから、TSD 打ちたい。TSD、もう無理やり火力でいこう。T スピンダブルで。さあ、3P がすごいことになっているが、大丈夫だろうか。T スピンダブル。で、2P が分身の術発動しましたね。真ん中のあたりの列が分身の術発動して、そして 3P が、これはですね、外の空気を吸いに行きましたね。外の空気を吸いに行きました。やっぱりその、人間って、やっぱり、誰でも外の空気を吸いに行きたくなるときあるじゃないですか。なんで、
画面上部の外の空気を吸いに行きましたね、これ。で、スピーも分身の術を発動しながら、外の空気を吸いに行った。なるほど。まあ、そういうね、やはりこういう、戦術もあると。やはりね、まあ、外の空気を吸われに行くと、ちょっとね、対戦が成立しなくなってしまうので、ここは素直に、T スピンダブル打った後に、自殺しましょう。ね。まあ、やっぱり外の空気を吸うのね、強すぎるんで、あ、そうなったら、ちょっと、まあ、こんな感じに、自滅するのがいいですね。というわけで、次ら辺ラストにしようかな。3人数は変わらず3人。うん。引き続きやっていきましょう。これも開幕 TSD で、TSD で、T スピンダブル、TSD からの、TSD、あー、ちょっとミスったな。これは普通にミスってしまったが、どうしよう。3ライン消しからちょっとリカバリータイムですね。リカバリータイムだが、ちょっとティームの遠いか、これ。ネクストが一つしか見えないのが辛いところだが、T スピンダブルからのホリレンのルート、J ミの、O ミの、Z ミの、I ミの、S ミの、I ミのまで。さあ、7コンボまで繋ぎてまあまあ強い。さあ、勝っていく。今回は普通に対戦成立しましたね。オッケー。まあ、こんな感じになっていると。あ、優勝していくとね。まあ、なかなか面白いですよね。やっぱり不思議な現象がかなり起こるんで。まあ、そういう楽しみ方もあるんじゃないかなと、このゲーム、思います。意外に人いんのかな、まだ。かなり、速攻でマッチングしましたね。始まるまで遅かったけど、非常に。で、このゲームの、まあ、いろんなルールがあるんで、せっかくだから、いろいろ紹介してみようか。まあ、バトルアルティメット、これはまあ、簡単に言うと、アイテムゲーなんで、ちょっとこれは省略しようかな。で、時間切れっていうのも、この、ラインを消してると、永遠に続くルールなので、これもじゃあ、ちょっと省略して、この、お化け屋敷と血滑りっていうのを紹介していきましょうか。まず、お化け屋敷やっていきましょう。これをオフにして、一人プレイで。一人用モードのプレイで。まあ、名前の通りね、まあ、どういう、ものっていうのかは大体想像すると思うんだけど、これゴーストは出ないですね。独特のゴーストは出ずに、まあ、こんな感じで消すとこういう風に、一瞬見えなくなるんですよね。簡単に言うと。一瞬見えなくなるんで、まあ、そんな中どういう、そんな中ま、うまく積んでいけるかっていうのが、積んでいけるかどうかっていうルールですかね。まあ、簡単に言うと。消していけば消していくほど、ま、見えなくなってくんで、まあ、これができるかできないかで、その、事前把握力がどれだけできているかっていう、練習にはなりますね。事前把握の、把握力を上げるルールかな、簡単に言えば。まあ、こんな感じで。まあ、でもこれ、その、かなり、終わり際までやると、だいぶ長くなってしまうんで、途中で終わりますね。じゃあ、10レベルぐらいやりましょうか、とりあえず。10レベルぐらいまでやっていきましょう。さあ、平積みでテトリス打って、こうし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 て。あ、でもね、このルールで、その、無理なく完走できるようになれば、事前把握力は正直十分だと思います。こうして、こうして STSD でいいか。STSD で、T スピンシングルから、ちょっとでも地形悪いか、これ。TSD で作ってるけど、まあ、下の見ましょう。3ライン消し、置きミスしたが、こんな感じで。まあ、置きミスしてもね、その、事前把握できていれば、多少見えなくなっても大丈夫なんで。まあ、そこが、事前把握できてるかどうかっていう、感じになりますね。はい、10レベル行きました。まあ、こんな感じで。これを、何レベルまであったかな？まあ、完走、無理なく完走できるようになれば、十分だと思います。じゃ終わっていきましょうか。まあ、こんな感じでね、見えなくなっても、普通に詰めるようになっていけば強いんで。そうすれば、置きミスも減っていくと思いますんでね。そしてこれ、わかりづらい。メインメニューに戻るで、この、やめるとキャンセルって言って。今、キャンセル押したけど、ちょっとね、ちょっと分かりづらいよね、これ。そんなことないか。じゃあ、次、血滑りやっていきましょうか。これはですね、その下にゲージが出るんだけど、
この下に赤いゲージが出るじゃないですか、これ。そう、これが一番、右まで溜まると、こんな感じに、このお邪魔ブロックが来るんですよね。で、このお邪魔ブロックが来ている間に、まあ、どういう感じにうまく処理でき、ミノを処理できるかっていう練習にはなるかな。ただ、これどんなにうまくやったとしても、地形悪くなっちゃうんで、まあ、最終的には耐久力ゲーになります、これ。どれだけ耐久できるかっていうゲームになりますね。こんな感じに。もう、かなり不可能に近い、掘り切れないぐらいの鬼畜な穴が来ますから。まあでも、それまでに、どれだけ最短で効率よくミノを置きながら、捌けるかっていう練習にはなりますけどね。こういうのとかもう相当鬼畜だからね。どういう地形だよっていう。まずテトリス、対戦テトリスでこんな地形になるはずがないんで。例えばこういうのとかも、なんか、何かしらのね、不思議な回転入れで最短で置けてリカバリーの練習みたいな。そういう方法にはなりますね。こういう。そんなアイミノの入れ方とか絶対ないけどね。実戦だと。こんな地形にもなるわけないし。で、これでも、その、こうやって競り上がっていけば競り上がっていくほど、その、あれが来なくなるんで、このお邪魔が。例えば、ここら辺まで来るじゃないですか。そうなると、そう、こんな感じに来なくなるんですよ。なんで、この上部でどれだけ耐えれるかっていう、そういうゲームになりますね。まあ、今のちょっと来ましたけど。まあ、こんな感じで。まあ、上部の耐久力を上げる練習にはなるかな。こんな感じで。こうテトリスボリしていこう。テトリスボリで。で、これってまだどんどん消しても、まだこうやって来ますからね。なんで、もはや、むしろもう、消さずに、ただ単に上部で耐えてる方がいいまであるかもしれない。こうして、こういうのとかね。こんなアイスピンとか実戦で、一回も使ったことないかな、あんなの。上部での操作の練習にもなるかな、といったゲームではありますね。だからね、この対戦テトリスっていう意味では、このゲームちょっとね、あんまりおすすめしないっていう感じのゲームではあるんだけども、まあ一人用モードでは結構意外に練習になったりするんで、悪くはないと思うんですよね、個人的には。さあ、危ない。という、まあこんな感じのゲームですね。じゃあ20レベルまでいったら終わりにしましょうか。耐久力。ああ、間違えた。オッケー。こんな感じですね。で、これもまあ、感想が確かあったっけな。いや、ないか。どんどん辛くなって、設置時間も確か早くなるんで、相当きつくなったりしますけども、まあ、どれぐらいまでレベルいったらいいんだっけな。ちょっと覚えてないですけども、まあ、ここら辺ぐらいまで行けば十分だと思う。ちょっと SB の暴発しちゃって、これまずいか。あー、間違えた。死んでしまったが、まあ、だいたいどれぐらいのレベルまでいけばいいかな。ちょっと今、ジェイミーの暴発しちゃいましたね。まあでも、こういうルールもあると。意外にまあ、本当に一人用モードで練習する分には、練習にはなると思う。ね、まあ、ちょっと対戦テトリスをちょっと見せた感じは、まああんな感じでしたけどね。で、まあちょっと、どうしようか。なんかスッキリしない終わり方なんで、最後40ラインでもやって終わりにしましょうか。スプリント。最後、スプリントをしっかり40連やって終わりにしましょう。ちょっとなんか今、スッキリしない終わり方だったんで、最後死んじゃったしね。ちょっと待って。しっかり完走して。あとね、ちょっとね、このゲーム、テトリス操作しにくいっていうのあります。だいぶ操作しづらいです。まあ、これぐらいの大きみさはいいだろう。うん。大きみ多発しますね、やっぱりね。
まあ、対戦テトリスとしてね、このゲーム成立してればかなり神ゲーだったと思うんですけど、まあ、そこら辺がちょっと残念なんでね、評価が。まあ、テトリス勢から低めなんだよね。はい、じゃあまあこんな感じで。ああ、ちょっとね、だいぶぐだっちゃったけど、まあ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 。手取られても普通に40秒切りぐらいはいけるんじゃないかな。普通に置き水なしでやれば。というわけでこんな感じで、こういうテトリスアルティメットという、まあね、ゲームも一応あるんだよという。一人で練習するにおいては、まあ、一応ありかな。対戦テトリスは置いておいて。まあ、対戦できる時もあるけどね。結構な頻度で、まあ、不思議な現象が起こるんで、そういう楽しみ方もあるかなっていう感じで。じゃあ今日はこんな感じで。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。